佐々木武美は、青森県出身の元騎手。後地方競馬全国協会参与。現役時の所属は、川崎競馬場。愛称は、鉄人、川崎の鉄人。青森県上北郡上北町出身。友人たちと歩いていたところを、たまたま出会った日本画家の上泉かよに見出され、中学校を卒業すると同時に、川崎競馬場の青の白を旧車に入門する。 八王子の騎手養成所を経て、1960年6月に騎手としてデビュー。同年7月に初勝利を挙げる。竹見マジックとも言われた逃げ先行の先方を得意とし、デビュー2年目には早くも165勝を挙げるなど、頭角を表す。1964年には、南関東のリーディングジョッキーに輝き、1969年12月5日には、 須田茂の持っていた通算2896勝の日本記録を更新した。以後も数度の落馬事故を乗り越えて、2001年の現役引退まで42年の長きにわたり、地方競馬のトップジョッキーとして活躍し続ける。1966年に記録した年間505勝は、当時の世界記録であり、2006年に内田博之が更新するまで40年もの。 間日本記録でもあった。なお、内田の勝利数には JRA での勝利数が含まれており、地方競馬のみの記録としては、現在も最多勝記録である。このほか1965年から1967年まで、史上初の3年連続400勝突破も達成している。最後の起場2000年11月に、現役引退を表明、その後引退に際して、 佐々木武美騎手ラストランシリーズと銘打って全国各地の競馬場でレース起乗することを発表。2001年7月8日の川崎競馬最終レース、佐々木武美引退記念ラストラン賞をもって現役引退。最終レースでは圧倒的一番人気に押されたものの6着に敗れた。 地方競馬における生涯成績は39,0607,151勝で、2018年に、的場文みが更新するまで地方、中央を通じた日本最多勝記録だった。南関東のリーディングジョッキーも、通算17度獲得している。地方競馬では、勝負服が、機種別となっているが、その偉業を称えて、佐々木の勝負服の服飾は、 永久保存となった。また引退に際して、思い出の馬として、トライバル旋風、鉄の勝ち時、月の一番を、思い出のレースとして、鉄の勝ち時の東京大賞典と東京記念、それに、東百りの東京ダービーを挙げている。現役引退後は、栃木県那須塩原市にある、地方競馬共用センターの参与となり、機種養成コースの講師として、技術指導を行っていたが、 2012年3月、限りで優待した。引退後もオーストラリアフレミントン競馬場での国際ジョッキー OB 戦レジェンドレースに2002年と2004年の二度招待されている。また、2008年に東京競馬場で行われた第2回ジョッキーマスターズにも参戦した。川崎競馬場では現役時代の功績を称えて、 佐々木武美カップジョッキーズグランプリという特別競争が行われている。また、それに合わせて佐々木武美が選ぶベストジョッキーとして前年に川崎競馬で活躍したジョッキーを発表し、川崎競馬場のウィナーズサークルで表彰式を行っている。数字は地方競馬のみ、勝利数の太字は南関東リーディング。その他中央競馬20戦2勝。 日本国外遠征12戦0勝。ただし、須田のこの記録は1950年以降の南関東公営競馬でのものに限られており、高崎時代の数字は含まれていない。レースは山の活躍上のグローバルファイターが勝利したが、単勝が万馬券となる人気薄だったこともあり馬番連勝単式馬券の 払い戻し金は当時日本競馬史上2位となる813,300円という大波乱となった。2014年現在、世界最多価値はラッセルベーズの1万象徴鉄の勝ち時は福島競馬場で行われた地方競馬招待競争を制していたが、この東京記念でロツキータイガーとの接戦に敗れジャパンカップへの出走権を逃した。馬は、 所属厩舎の青の白を級者の管理場であった。地方競馬教養センター参与という役職は、地方競馬の統括団体である、地方競馬全国協会の関係者に該当するため、地方競馬では、競馬中継番組のゲストとして、テレビ出演し、レースについてのコメントやレース後の解説をすることは、あっても、レースについて、具体的な解明などの予想を行うことはない。 ありがとうございます。